上様おなり。それから一年、ようやく髪の伸びた有功様と玉栄は江戸城に登場することとなった。上様。一生この大奥から出すことができます。森永乳業がお送りします。よい、続けよ。今宵は奥泊まりのご予定ではなかったのですか。やめじゃ。わしはおまんの顔が好きじゃ。あの菩薩のような顔を見ていると心が和む。私には眩しすぎた。